プロレスの試合プロレスの試合プロレスは、リングで観客へ見せることを目的とした工房を展開している、格闘技を基本とした、スポーツ、パフォーマンスアート、エンターテインメントもしくは、その試合を複数展開することにより開催されている、工業のことである。正式名称は、プロフェッショナルレスリング。工業レスリング、職業レスリングとも呼ばれている。古くは、 西洋相撲と呼ばれていた。アメリカなどでは、レスリングとも呼ばれている。メキシコでは、ルチャリブレ、ヨーロッパでは、キャッチャーズ・キャッチ・キャンと呼ばれている。試合は投げ技、関節技打撃技時には、狂気などを用いて行われて、試合において戦うものを、プロレスラーもしくは、レスラーと呼ばれている。アメリカ、メキシコ、日本などにおいて歴史があり。 複数のプロレス団体を有しており、世界各国で工業が連日開催されている。工業がない国においても、テレビとインターネットを通じて、世界中の人にも楽しまれている。工業会社が試合、その他で構成される工業を開催することで、感染料などの収入を得る。プロレス業界において、工業会社は、団体と呼ばれている。アメリカのプロレス団体、 WWE を代表とする台本の存在を、公にしているエンターテインメント系団体と、日本の主流である、競技性を全面に押し出している、プロレス団体が存在する。また、女性のプロレスラーの行うプロレスは特に女子プロレスと、され区別されている。それ単独での興行は存在しないものの、低身長症のプロレスラーが行うプロレスは、ミゼットプロレスと呼ばれる。 事業収入を得ないアマチュア組織も存在して、中でも学生の愛好家たちによるものは学生プロレスと呼称される。本来、メキシコを除いてはライセンス制度がないため厳密にアマチュアとプロを分類することは不可能であるが、強いて分類するなら感染量徴収の有無で分けることができる。アマチュアプロレスは地域の祭児ないしは祭児で、 プログラムの一環として行われることが多く、アマチュアプロレスという表現が矛盾していることもあり、プロではないがプロと同じ形式という意味で、プロスタイルレスリング、ノンプロとの合成語として、ノンプロレスと表現されることもある。一つの地域に重点を置く、地域密着型と都市圏を中心に全国を回る、巡業型がある。勝敗を競う形式を取るが、 アメリカの WWE はあらかじめ作られた台本にのっとって行われているエンターテインメントであることを明らかにしている。理由としては筋肉増強剤などの昨今のプロスポーツと薬物の問題が根底にあるがその他にもスポーツ委員会よりも工業として登録する方が保険料が低く済みコストダウンにつながることや株式上場の際に 経営透明化という観点から、業務内容を公開する必要があったためである。1950年代に、フランスで活動したロジェ・ドラパルトは、プロレスの持つ競技性と演劇性を、プロレスは75%のスポーツと25%のスペクタルがなければならない。その逆はないと例えている。歴史的に活動が盛んな地域としては、アメリカ、カナダ、日本、 プエルトリコ、メキシコが挙げられる。アメリカではプロレスでもレスリングでも、レスリングと呼ぶが、プロレスのみを指す場合は、小ビジネスのそれとして、ラスリンと南部なまりで呼ぶことがある。エンターテインメント産業とほぼ同じ事業形態で運営が行われている。球場、体育館、イベントホール、屋外などを会場とし、そこにリングや周辺機材を設置して、 有料で試合を観戦させる工業が主な事業である。会場の規模と観客数は団体や工業規模により様々であり、数万人を動員することもあれば、数十人程度の観客を相手にすることもある。WWE のレッスルマニア32では10万人を超える動員に成功している。一つの工業で5試合から10試合を行うことが多い。 多くの団体は、このような工業を複数回実施する、シリーズと呼ばれる企画を、年間複数回組、選手と従業員、機材は全国を移動しつつ、これを開催する。これを、巡業と呼ぶ。また、経済的あるいは他の事情から巡業を行わない、プロレス団体も存在して、団体が所有して、リング等を設置している、常設会場を使用するか、 限られた地域にて営業している会場を使用している。事業収入の柱となるものは、以下のようなものである。力道山日本のプロレス団体における特徴の一つとして、現役レスラー、または引退したレスラーが社長業を兼務するという、ものがある。日本のプロレス団体運営システムの始祖である、力道山から始まった形式。 日本プロレスから派生した新日本プロレス、全日本プロレスもこの形式を踏襲したほか2019年、現在もレッスルマイナス1、DDT プロレスリングなど、この形式を取る団体は少なくない。女子プロレスでも LLPWX、仙台ガールズプロレスリング、OZ アカデミー女子、プロレス、ワールド女子プロレスディアナ、プロレスリングウェーブが該当する。引退した。 プロレスラーが社長を務めるプロレス団体としては過去には国際プロレスなど2019年現在はピュア J などがある主演スターが座長も兼ねる劇団に近い形態と言える工業の現場を知る者が社長業を行うことで現場との乖離を避けることができたりスポンサーとの営業活動などに利点があるしかしワンマン体制や欠演 同族企業になりがちとされ、また、プロレスの試合におけるセンスと経営の能力は別物であるため、経営を手助けする優秀なブレーンとなる存在がなければ維持することは難しい。さらに、特に主力選手が社長を務めるケースにおいて、プロレスラーとしてのコンディション維持に必要なトレーニング、休息、リハビリなどの時間の確保が困難になり、 三沢光春の死亡事故を機に問題視する声も出ている。これに対して、選手出身ではない者が、社長や経営幹部を務める場合は、経営と現場を分離できるものの、両者の間に圧力が生まれて、分裂、活動を停止するケースも存在する。プロレスラー出身のトップから交代した場合、絶対的な影響力を持つ社長プロレスラーの退陣によって、 公認者が選手やフロントをまとめきれずが界するケースも少なくない。JWP 女子プロレスのように、セビロ組社長は会社経営に専念して現場にかかる業務のほとんどを選手に委ねるプロレス団体も存在する。一方で、セビロ組の社長がプロレスラーになるケースもある。WWE では会長であるビームスマクマホンが自ら試合に出る。 彼はもともと、セビロ組であったが、演出の必要上レスラーとしての訓練を積んだ例で、ある。また、FMW 社長の荒井翔一は、プロレスラーとしての訓練は、積んでいなかったが演出として、リングで、プロレスラーとの乱闘を演じたことがある。IWA ジャパン社長の浅野奇修も元とは、プロモーター出身のセビロ組だが、2000年の、 プロレスラーデビュー以後時折試合に出ていた。ハッスルマンズワールド最高経営責任者の草間、正和の場合は、レスリング経験者ということもあり2010年にプロレスラーデビューして勝利を収めた。日本のプロレス団体でツアー展開をする場合は、相撲の地方工業やサーカスと同様、巡業の形態を取ることがある。メジャーと呼ばれる。 大規模団体が開催する工業数は年間100試合前後と他の格闘技と比べて圧倒的に多くスタッフはリングや周辺機材を積んだトラックで別移動するがプロレスラーは集団でバスなどを用いて移動して同一のホテルなどに宿泊する競技性を売りとする UWF 系の団体ではコンディション調整に時間を割くため工業数は 年間数試合から数十試合程度となっているほか、対戦するプロレスラー同士が会わないよう、別のホテルに宿泊させて競技制の保持に努めた。集客数は、試合の会場とする場所にもよるが、スタジアムなどの大会場では、数万人規模、地方の体育館やイベントホール、屋外グラウンドなどの会場では、数千人から少なくとも千人程度までの集客を、 見込んで工業を打つことが一般的である。工業の際の会場使用量に関しても、主要アリーナや公共の体育館は入場料を徴収するアマチュアスポーツ大会使用時よりも高額に設定されている。使用料自体も開催曜日、使用時間帯、最高入場料、観客席の使用の有無などで会場によって異なっており、 設営から撤収までの時間で使用料が決まる。会場使用料には、基本使用料の他にも、時間外使用料、冷暖房料金、照明料金、テレビ中継を行った、際の設備料金などの付帯料金やパイプ椅子など、会場設備を損傷させた場合の弁償料などが、加わる。使用料の支払いは、基本的に前払いであるが、予定よりも伸びた場合の時間外使用料や、 会場設備を損傷した場合に生じる損害、賠償は後日会場側から団体に請求される。大日本プロレスは損害賠償のリスクを回避するため会場によってマッチメイクを決めている。国際プロレスはジプシー・ジョーが参戦したシリーズでは損害賠償に悩まされていたほか、新日本プロレスは観客が暴動を起こしたために使用量をはるかに超える。 損害賠償を請求されたり、使用禁止を言い渡されたことがある。全日本女子プロレスは、急遽後払いに変更した、会場使用料を滞納したために、会場の管理者から告訴されたことがある。会場や、工業の規模によっては、使用申し込み後に、他のスポーツイベントや、行事などとの日程を調整する利用調整会議への、出席が義務付けられている会場や、 使用申し込み後に、団体の信用度などの事前審査を行う会場も、あり、会場の事前審査によっては、使用不可となる場合もあるほか、使用量の滞納などで、使用禁止となる場合がある。一旦使用料を支払えば、開催中止の場合でも使用料を返還しない、会場がほとんどであり、その場合は巡業の収支にも大きく影響する。海外では、 プロレスラーの現地集合、現地解散の方式を取ることが大半で、個別行動が基本。新人や若手レスラーは、移動経費の節約のため、自動車や先輩選手の自家用飛行機に、相乗りで移動することもある。それがゆえに、大合、鉄之助や、ジョニー・バレンタインが事故で、プロレスラー生命を絶たれたり、アドリアン・アドニスが移動中の交通事故で死去した。 ケースもある。日本でも JWP 時代のデビル、マサミヤ FMW 時代の大似た厚氏は自家用車に後輩を乗せて移動していた。巡業を伴わない工業形態近年では何らかの形で常設会場を設けて地方巡業を行わないプロレス団体も増えてきている。主にローカルインディーや草の根インディーあるいは ドインディーというスラングで呼ばれる極めて小規模な団体がこの形態を取ることが多い。こうしたプロレス団体はメジャー団体や中規模インディ団体のように集客数の再三分岐点の大きく、かつ会場使用量が高額な大会場を用意する経営体力がないため仮に巡業を行う場合であっても小規模な公民館や体育館の一室あるいは駐車場の一角で 平均100人前後、多くても数百人程度の集客で工業を成立させる運営を行っていることが多い。リングさえ用意してしまえば、どこでも工業会場になるとも言えるため、極端な場合では、プロレス団体事務所の敷地内にリングを置いたり、リングが常設されている、プロレス団体の道場に客を集める形態を取る場合もあり、 数十人から数人程度の観客動員でも、工業を成立させたとみなしてしまう、冷裁団体も存在する。海外では、プロレスラー自身が、各地のインディー団体を転戦するケースも多く、この形式は、インディーサーキットと呼ばれている。2010年代以降、YouTube、YouStream 等の動画配信サービスを利用し、道場もしくはスタジオで行う。 無観客試合を配信する形で工業を行う団体も出てきており、これらも通常巡業は行わない。プロレスの工業は1日で5から10程度の試合が行われて、間に一度休憩が挟まれる。トータルの工業時間は平均して3時間前後が基本。試合の構成は以下の通り。WWE などのように、 選手名を告知してから入場して、リング上では告知を行わない団体もある。選手入場の際に用いられるテーマ曲は、アーティストによる既存曲と選手個人、または団体が制作を発注したオリジナル曲がある。試合をパッケージ販売する際の著作権処理の煩雑さと使用量回避のため、オリジナル曲を使う傾向が強くなっている。 コスト削減のためパッケージ販売時には入場シーンに別の曲を編集で用いたり入場シーンそのものをカットしているものもある。また、タッグマッチの入場、退場時に用いられる曲は格上のプロレスラーのものであることが基本である。アングル上の決着戦の場合は通常と異なる前奏を付加したものやタッグマッチ時に一人ずつ。 テーマ曲に合わせて入場するといった演出が施される。試合を行うプロレスラーの他に試合を行うために必要なスタッフとして次のようなものがある。基本的なルールはほぼ以下の通りである。勝敗は以下の状況に至ったとレフェリーが認めてその旨を宣告した時点で成立している。その他に次に掲げる代表的なルールがある。 日本プロレスリングコミッション認定プロレスリング競技規約この規約は新日本プロレスと国際プロレス合意の下制定された。両団体と日本以外のプロレス団体 NWA、WWF、NWF WW 岩で採用実施している競技規則を原則的方針として制定され、両団体は厳格に遵守、服従しなければならない。 1980年11月20日発行プロレスの試合は多くは何分が日本勝負という形で行われる。1980年代以降の日本ではほとんどが一本勝負で行われている。かつて日本でもタイトルマッチなどで行われた三本勝負は過去現在を通じてメキシコでは主流の試合形式である。試合時間は おおむね10分から無制限まで千差万別であるが、タイトルマッチは60分1本勝負過去には61分3本勝負などのルールもあったが主流である。アメリカのテレビ放送用の試合では、放送時間内1本勝負という例もあった。アメリカで行われた女子プロレースのバトルロイヤル。対戦の舞台となるのは3本のロープを四方に張り巡らせたリングで、形状は、 ボクシングなどとほぼ同じ。大きさは団体によって異なる。プロレスの特徴として、ロープの反動を積極的に用いたり、コーナーに登っての技などがあるため、リングおよびロープは他競技用のものに比べて、頑丈に作られている。デスマッチと呼ばれる、試合形式の場合、特殊な加工が施されたリングを用いることがある。リング内に敷かれたマットのコードは、 大差はないものの団体によって違うと言われている。柔らかい方が投げ技を受けた時にダメージが軽減される。あまりに表面が柔らかすぎると踏ん張りが効かなかったり逆に足を取られて怪我をする恐れもあるため柔らかさに一定の限度は存在している。歴史的な経緯は不明だが現在のほとんどのリングにはスプリングが入っており投げ技や 飛び技の着地時における怪我を予防するようになっている。総合格闘技の試合が、プロレスのリングで行われた際にはスプリングを止めて、固くしていた。各プロレス団体が専用のリングを所有するが、小規模プロレス団体は所有していないことが多い。この場合は、他団体、または、リング屋と呼ばれる、会場設営業者にレンタルする。 代表的なリングレンタル会社としてジャッジサポートがある。日本では東流門の東流門に千0 0 0プロジェクトで六角形のリングが使われたことがあり、アメリカではインパクトレスリング、メキシコではトリプル a などの団体で六角形のリングが使われている。埼玉プロレスや黎明期のアイスリボンのようにリングを使用せずマットのみの場合もある。リング外には 転落時の衝撃を和らげるためのマットを敷く団体がある。また、観客席とリングの間に鉄柵を設置する団体もある。多くのプロレス団体では、プロレスラーの体重を基準に、ヘビー級とジュニアヘビー級に区分される。クルーザー級は主にアメリカのプロレス団体で、用いられて、日本でもレッスルマイナスイチや DDT、プロレスリングなどで、クルーザー級と呼んでいる。 ほとんどのプロレス団体の基準は、おおむね 100kg 未満であるが、ヤードポンド法が用いられ、WWE では2016年に復活させた、クルーザー級の定義として205ポンズ以下、レッスルマイナス1のクルーザー級は200ポンズ以下、全日本プロレスでは231.5ポンズ、105kg までが、ジュニアヘビー級として扱われる。 基本的数値の基準としては、海外や新日本プロレスの220ポンズが用いられている。ボクシングと違い公式な軽量は存在しないことがほとんど。階級を超えたマッチメイクもしばしば行われて、軽量級に在籍しながらヘビー級戦線で活躍するプロレスラーも少なくない。近年ではシャープな肉体のプロレスラーが増えたため、 105kg 以下のヘビー級選手も多く全日本のようにヘビー級の体重制限を事実上廃止した団体も存在する。旧プロレスリングゼロワンは巨漢レスラーが多く参戦していたためにヘビー級の上に 130kg 以上のスーパーヘビー級を置いたことがある。力道山時代の日本プロレスではジュニアヘビー級の元に190ポンズ未満の ライトヘビー級を置いていた。NWA はその下にさらにミドル級、ウェルター級を設置して、より詳細な階級区分を行っている。ルッチャ系の団体では、全体的に体重の軽い選手が多いためミドル級、ウェルター級などで分類されることもある。ドラゴンゲートの軽量級にあたるオープンザブレーブゲート、王座は180ポンズ以下を対象としており、ウェルター級に該当する。 インディー団体では体格に優れたプロレスラーが少ない傾向にあるため階級区分が行われていないプロレス団体が多い。また、道の区プロレスの東北タッグ王座のように、個々の体重制限はないが、選手2人の合計体重が 200kg 以下というものもある。女子プロレスにおけるジュニアとは、軽量級カテゴリーではなく、経験の浅い若手選手を指すカテゴリーである。 ただし、仙台ガールズプロレスリングでは、双方のカテゴリーをまとめて、ジュニアと表現している。全日本女子プロレスでは、軽量級は、スーパーライト級と呼ばれ、132ポンズ以下を、対象としていた。ガヤ、ジャパンにおけるクルーザー級もほぼ一致する。アイスリボンのアイス60王座も存在していたが、体重制限が撤廃されて現存するタイトルは、無差別級となる。 試合時の服装は団体によって規定、禁止されているものを除けば特に規定はなく、様々な種類のコスチュームが存在する。男子の場合、一般的には上半身半裸で以下の種類が使用されている。近年では着ぐるみ姿のプロレスラーもいる。アンドレザ・ジャイアント、ビル・ロビンソンが体重の増加でショートタイツからショルダータイツに変えたように経歴において、 複数のタイプを使った例も多い。着衣重心サンダー、ライガーその他、ミルマスカラス入場時に限り、専用の服装をする1000プロレスラーもいる。多くは公式グッズの T シャツか、ガウンを着たりしている。ガウンに関しては、様々な形があり、古くは着物タイプのものが主流であったが近年では、選手のギミックに応じて色も形状も大きく、異なっている。 その他、マカベガタナギや、スタンハンセンのようにロープや、チェーンなどの凶器を持ち込むものこともある。マスクをかぶったりする者いる。代表例として、桜葉和ズ紫雷ミが挙げられる。珍しいものとして、スーツ着用の内藤哲也が挙げられる。キャッチアズキャッチキャンいわゆるレスリングよりも歴史は古く、近代オリンピック以降ルールをスポーツとして整えた、際に大きく、 枝分かれをしている1896年、第1回近代オリンピックアテネ大会で行われた、レッスリングは、当時のプロレスルールで行われていた。その起源は、イギリスのランカシャー地方のランカシャーレスリングにあると、言われている。レスリングのグレコローマンスタイルを賞金マッチで、行ったものが、アメリカで行われていた記録もあり、もう一つのプロレスのルーツとなっている。 19世紀の初め頃に、ボクシングと共に、イギリスで工業が開始されている。有名な、プライズファイタージェームス・フィグは、ベアナックル、蹴り技、投げ技、締め技、噛みつき、目つぶし、髪の毛つかみのある、当時のボクシングのほかレスリングも得意であった。1830年代にはアメリカに、レスリング勝者に、懸賞金が与えられるという工業が伝えられ、 エイブラハム・リンカーンも行っていた。キャッチアズ・キャッチ・キャンとグレコ・ローマンのミックスマッチやさらに腰から下へのキックを認めるというような変則的なルールが各地、各試合ごとに行われていた。現在のプロレスに直接つながっているのは19世紀後半のアメリカに広まったカーニバルレスリングとされる。 カーニバルレスリングは、アスレティック賞あるいは短くアット賞と呼ばれた、いわゆるサーカスの出し物の一つとして行われ、その中では、レスラーは、観客の挑戦を受けて試合をしたり、レスラー同士、あるいは、ボクサーとの模範試合を披露していた。19世紀末まではレスリングのみの賞は、試合数が限られていたため、レスリングを職業として生活するためには、 このようなカーニバルレスリングに参加するか一人で旅芸人として巡業をする必要があった。大仁田敦氏は自身が設立した FMW への批判に対してプロレスの起源はサーカスの見せ物と反論している。大仁田とは対照的な正当派のルーテーズも自伝においてカーニバルレスリングと旅芸人がプロレスの起源と述べている。カーニバルレスリングを プロレスの起源とする考えはアメリカでは一般的であり、カフェーブ、マーク、ボーイ、バンプといったプロレスの因語もカーニバルレスリングで用いられた言葉とされる。一方、日本のプロレス研究家、あるいはマーク向けライターはカーニバルレスリングをプロレスの起源とすることに否定的である。例えば、日本において出版されたルーテイズの自伝では前述の プロレスの起源に関する記述はない。これは、アットショーの内容が非常に娯楽色が強く、プロレスを真剣勝負として紹介している人たちのビジネスに都合が悪いためと思われる。1880年代に人気プロレスラーであり、警察官でもあったウィリアム・マルドゥンが警察を退職、専業という意味で最初のプロレスラーとなった。 マルドゥンは劇場などの常設施設で行われるレスリングショーの発展に努力して後にアメリカンレスリングの父とも呼ばれるようになる。1890年代にはカーニバルレスリング出身のマーティン・ファーマー・バーンズがイヴァン・ストラングラー、ルイス、トム・ジェンキンスらとの試合で人気を集めた。その後バーンズはフランク・ゴッチをはじめとする多くのプロレスラーを 育てレスリングの通信教育も行った。バーンズもまた、アメリカンレスリングの父と呼ばれる。ジョージ・ハッケンシュミット20世紀に入ると、ジョージ・ハッケンシュミット、スタニス・ラウス・ズビスコといった、ヨーロッパの強豪レスラーがアメリカを訪れ、トム・ジェンキンス、フランク・ボッチ、アドルフ・エルンストラアメリカのプロレスラーと対戦して、レスリング賞を盛り上げた。 1910年代よりアメリカの人口は都市に集中し始め、その結果、街から街へ渡り歩くアットショーは下火となった。代わりに劇場などで行われるレスリングショーが増えて、プロレスラーは都市を中心としたテリトリー内を巡業するようになった。このことは、プロレスラー間のつながりを強めて事前に試合内容を調整することを容易にした。 1920年代になると、エド・ルイス、トーツ、モント、ビリー・サンドが数百名のプロレスラーを配下にして、プロレスラー同士で、架空のストーリーを演じさせた。また、従来の試合では、基本的に1回のショーでは1試合だけを行っていた。プロレスラーにほとんど、動きがないまま1時間以上経過するようなことも、珍しくなかったためである。 これを改め事前に様々な調整することにより複数の試合からなる興行を行った。これらによりプロレスの人気は高まったが一方、報道、土博など社会的な場においてプロレスが普通の意味でのスポーツとして扱われる機会は激減した。1920年代にはプロレスショーの仕組みは完成してメキシコ、日本、カナダなどにも伝わった。 なお、メキシコのプロレスは、ルチャリブレと呼ばれる。2005年3月に、アメリカで、リアルプロレスリングなる、格闘技団体が発足した。これは、全米大学体育協会レスリング大会などの、レスリングで活躍した選手が、全米各地区のチームに所属して、純粋な競技スポーツとして、プロレスリングの活動を行うというものである。ルールや試合場は、 レスリングのフリースタイルに近く、ポイント制であり、打撃や曲技などは禁止である。レスリングとの違いとしては、リングの外に相手を押し出すと得点となることや、構成を維持していた選手に、ボーナスと呼ぶ得点機会を与えることなどがある。戦前最初の日本人、プロレスラーは、空吉松だとされている。初の世界王者は、 世界ジュニアウェルター級王者となったマティマツだ。戦前にはハワイでキラー・シクマが日本人初の重量級プロレスラーとして活躍したことがプロレス系の個人サイトに遺族が投稿したのを機に近年明らかになった。その他に数名の日本人、日系人が主にアメリカでプロレスラーとして活動していたことが確認されている。 松田と共にプロレスラーとして活躍した三国山は帰国後の1887年に東京の銀座で西洋大相撲を開催しておりこれが日本初のプロレス工業とされているしかし観客は集まらず失敗に終わっている1921年にアメリカのプロレスラーであるアドサンテルが弟子のヘンリー・ウェーバーを連れて来日して 行動館柔道に対戦を要求。行動館は、対戦を拒否したが、系列の広誠館が受けて立ち、長田玲二郎、庄司玄雄増田壮太郎、清水一の4名の柔道家が対戦。今でいう、一種格闘技戦であり、試合は、東京の球団の靖国神社相撲場で3月5日と6日の、両日に行われている。なお、この試合に関しては、 プロレス対柔道のタイトルで、週刊少年ジャンプにて漫画化されている。日本の大手プロレス団体は力道山がデビューした1951年を、日本におけるプロレス元年としている。プロレス工業が根付いたのは、戦後に力道山が1953年に日本プロレスを旗揚げしてからのことである。しかし戦前にもいくつかのプロレス工業があったことが、 確認されている。また、戦後 GHQ により、柔道が禁止されたため、柔道家の牛島達熊が1950年2月に、国際柔道協会を設立して、木村正彦、山口俊夫、坂部康幸らが参加し、力道山より早くプロ柔道工業を始めた。国際柔道協会は4ヶ月10回の工業の後、 木村正彦、山口敏夫、坂部康之が日本プロレスに移籍し、画界、最終的に日本のプロレス団体は力道山の手によって統一された。戦後間もない頃で多くの日本人が反米感情を募らせていた背景から力道山が外国人レスラーを空手チョップで痛快に、なぎ倒す姿は街頭テレビを見る群衆の心を大いにつかみ、 プロ野球、大相撲と並び国民的な人気を獲得した。昭和後期、勝利法の時代アントニオ猪木ジャイアントババその後、日本においては、力道山の率いる日本プロレスの独占史上であったが、力道山の死去後、東京プロレスと国際プロレスが相次いで旗揚げして、 さらに、力道山の死去後の日本のプロレスを支えていたアントニオ猪木が新日本プロレスを、そしてジャイアントババが全日本プロレスを旗揚げして、両エースを失った、日本プロレスは崩壊する。しばらくの間は、上記の二団体と当時は健在だった国際プロレス、そして、女子プロレス団体である全日本女子プロレスの四、団体時代が続くことになる。 1970年代以降、猪木はプロレス最強を掲げて、ウィレムルスカ、モハメド・アリラと一種格闘技戦を行い、ババも NWA とのコネクションから多くの大物外国人レスラーを招聘しそれぞれ人気を獲得。国際プロレスもヨーロッパ路線とデスマッチ路線を展開して独自のファン層を開拓した。1980年代に入ると、 ババの弟子であるジャンボ鶴田、天竜玄一郎、チョキの弟子である藤波達美、長州寺から来はいる鶴藤長天が対等する。また、新日本プロレスでは、佐山聡氏がタイガーマスクとしてデビューして、それまでヘビー級の過渡期として位置づけられていた、ジュニアヘビー級をヘビー級から独立した独自のカテゴリーとして、その石を築いたほか、 子供層の取り込みに成功して、人気をさらに増した。1984年には UWF が旗揚げされ、小敵素を排除した、シュートスタイルのプロレスを確立して、後の総合格闘技の台頭への布石となった。1981年に国際が消滅したため、昭和末期の段階では新日本プロレス、全日本プロレス、 全日本女子プロレスに1988年設立の第二次 UWF が4大団体という体制になっていた。なお、昭和後期には上期の4大団体以外に興行を行う組織はほとんど存在せず、これらのプロレス団体に入門しれ、実際にプロレスラーとして試合のリングに立つことは大変に狭きもんであった。こうした状況の中で、 1970年代の初頭から日本各地の大学にプロレスの同好会が設立されて1978年頃より実際のプロレス形式の試合を行う学生プロレスへと発展している。同時期、学生プロレス初期の OB たちが中心となり、社会人になった後も活動を継続するアマチュアプロレスの動きも始まっており、 1978年8月には、日本初の社会人、プロレス団体であるヤワ関西が、設立。1980年代には、ヤワ関西の参加団体は、全国各地に広がっていき、後のインディー団体乱立時代の布石となっていった。一方、四大団体以外の小規模団体で、 プロレスラーとしてデビューできたとしても、その団体が活動を停止すると、直ちに廃業に追い込まれる事例や、四大団体所属レスラーであっても、人員整理に伴う解雇で引退に追い込まれる例も、散見されていた。1986年に設立された、ジャパン女子プロレスは、山本小鉄やグラン浜田ら男子プロレスラーを、コーチとして招聘していたが、 プロレス団体経営人として参画していた、新馬久氏は1988年に、男女混合団体化を目指して浜田と大仁田敦のイコンアングルを実行して、12月3日に、ジャパン女子プロレスの興行のメインイベントという形で、浜田対大仁田戦が行われた。この時のジャパン女子プロレスのファンや所属プロレスラーらの、反対の声により、混合団体化の計画は頓挫するが、 この時の関係者が中心となり、後の FMW 設立へとつながっていくことになる。平成期プロレス人気の低迷と、団体乱立1989年4月、全日本プロレスを解雇されて、引退状態であった、元国際プロレス出身プロレスラーが中心となり、パイオニア選手が旗揚げ、日本初のインディー団体の設立事例となる。10月には、 ジャパン女子を追われていた大仁田厚が FMW を旗上げ、デスマッチを主体とした興行で成功を収めてインディー団体というカテゴリーを確立。このプロレス団体は同時にハードコアレスリングの世界的なパイオニアという側面を持ってもいた。1990年1月には大仁田と同じくジャパン女子プロレスを追われていた浜田により、 ユニバーサルプロレスリング設立。日本にメキシコのルチャリブレスタイルが導入される講師となった。1990年代に入ると FMW の成功を受けて多くのインディー団体が相次いで旗揚げされてプロレス団体の乱立の時代を迎えた。日本のプロレス界に特に大きな影響を残したのは1990年に メガネスーパーが出資して、新日本プロレス、全日本プロレスから、多くのプロレスラーを引き抜いて設立された、SWS である。SWS は1992年初頭に、王をはじめ複数の派生団体に分裂する形で、崩壊していくことになった。ユニバーサルを退団したザグレート・サスケが1992年に、設立した、道のくプロレスは、 東北地方を主戦域として活動する地域密着型のインディー団体として成功を収めて1993年に設立された高杉正彦の岩小南と鶴見五郎の岩格闘士塾は神奈川県内の特定地域のみを活動地域とする手法で細く長く活動を継続した。 この頃になると乱立するインディー団体への主力選手の離散と同時に、ババ、猪木が第一線を退いたこともあり、プロレス人気にも陰りが見えるようになった。それまでゴールデンタイムで中継されていたプロレス中継は深夜帯へと移動して、ジャンルのマニアック化が進む。一方、工業面では東京ドームなどの大会場の使用が進んだこともあって、 観客動員においては最高潮を迎えた。この頃からアメリカンプロレスがテレビ主導の興行に切り替えを行ったため、外国人プロレスラーの招聘が困難になり、日本のプロレスは日本人プロレスラー同士の戦いに重点を置くようになった。新日本プロレスでは闘魂三重四、全日本プロレスではプロレス四天皇が台頭して後にまで業界を牽引してゆく。 一方、第二次 UWF は、UWF インターナショナル、プロフェッショナルレスリング、藤原組、リングスに分裂して細分化が進む。1990年代後半に入ると、K1、プライドなど、総合格闘技が台頭して、それまでプロレスが受け負っていた、一種格闘技としての側面を奪われる形となった。古くからアントニオイノキが、 プロレス最強を掲げていた背景から、これを受けて、多くのプロレスラーが総合のリングに参戦するが、準備期間の短さなどから結果を残した、プロレスラーは少なく、人気低迷に拍車をかけた。一方、UWF インターナショナル、キングダム出身の桜庭和志や、新日本プロレス出身の藤田和幸など、総合格闘技のリングで、 大変優秀な戦績を収めた者もいた。1997年には JWP 女子プロレスのプラムマリコが試合中の事故により死亡。日本プロレス史上初めてのリング下であった。老舗の全日本女子もこの年に最初の経営破綻を引き起こして多くの女子プロレスラーが他団体に流出して衰退していった。1999年 元来ヒエリウニを主としていた社会人プロレス出身者により、零細ながらも商業活動を行う劣気としたインディー団体であるイムプロモーションが設立される。1970年代以来の社会人プロレスの伝統にのっとり、先米布団の上にブルーシートを敷いた簡易リングを用いて数十人から数人程度の観客を前に試合を行う工業形態は、 当時のプロレスマスコミの間では未知のものであった。また、それまでのインディー団体は、メジャー団体からスピンアウトした関係者や、より大規模なインディー団体が分裂していく過程で、設立されたものが多かったことから、規模の大小は、あれどもその工業領域は、全国区を標榜していることが多く、単一県内など、特定の地域内のみで工業を行う。 インディー団体は極めて珍しいものであったため、イムは、週刊プロレスにより、ローカルインディー団体として、初めて分類されることとなった。なお、ローカルインディー団体の中でもさらに活動地域が、狭く、道場などのリングが常設されている、特定の場所でのみ興行を行う、プロレス団体は、インディーの中のインディーを意味する、ドインディーとも呼ばれている。 こうしたプロレス団体の初の事例は、1993年に横浜市鶴見区の焼肉屋が主体となり、常設されたリングの周囲に様々な料理を提供する屋台街が形成され、屋台の来店客にプロレスやキックボクシングなどの格闘技の試合を提供した屋台村プロレスであるとされている。屋台村プロレスは1996年頃には、 中心となった焼肉屋の閉店に伴い解散したが、常設リングを持つ運営主体に、様々なローカルインディー団体が、プロレスラーを派遣して、工業を成立させる手法は、その後、ローカルインディー団体の多くに引き継がれた。2000年代メジャー団体分裂による、勢力再編2000年代に入ると、日本のプロレス界の勢力が一変した。全日本プロレスでは、 ババの死後は社長についた、三沢光春とババの未亡人として、経営の権限を持つババ原氏が、団体運営をめぐって対立して、三沢は、ほとんどの所属選手と共に団体を退団して、プロレスリングのアを旗上げ。新日本プロレスでも、橋本真也が解雇されて新たに、プロレスリング01を旗上げして新たな4、団体時代を迎えた。一方、 所属選手のほとんどを失った全日本プロレスは団体存続をかけて新日本プロレスとの交流に踏み切った。2002年に武藤刑事が新日本プロレスを退団して全日本プロレスに移籍して10月に同団体の社長に就任している。メジャー団体とインディー団体の交流は1990年代から頻繁に行われていたが2000年代以降は メジャー団体同士の交流も盛んに行われるようになった。この頃から WWE が日本でも人気を博してその流れを受けてファンタジーファイトレッスルマイナス1、ハッスル、DDT プロレスリングなどエンターテインメント志向の興行が行われるようになった。2006年には国内初のプロレス統一機構の確立を目指しグローバルレスリング連盟が発足したが わずか一年で連盟としての活動は途絶えている。二千年代前半は、いわゆる第三世代が対等するが、人気面で、上の世代である三重子四天皇を凌駕することはできず依然として、旧世代が工業の中心を担う形となった。しかし、二千五年に、橋本が、二千九年に、三沢が救世し他の三重子四天皇も、対談や、 不小欠場などによって定期参戦がままならない状態となり、さらに2000年代後半からは第3世代の元にあたる第4世代とも言える新世代の対等が著しくなり各プロレス団体の勢力図が変革されていった。女子プロレスも2005年に全日本女子プロレスが活動を完全に停止、それと入れ替わるようにアイスリボンや プロレスリングウェーブなどの進行団体が勢力を伸長させていった。この時代に入ると、社会人、プロレス団体が、営利団体化して、ローカルインディー団体に昇格する事例も増えていった。そうしたプロレス団体の一つが、屋台村プロレスからデビューした、高木三四郎が率いる DDT プロレスリングであった。現在2011年には、 東日本大震災復興支援を目的として、新日本プロレス、全日本プロレス、プロレスリングノアによる、合同興業オールトゥギャザーが開催されて2012年には、新日本プロレス、全日本プロレスが旗揚げ40周年記念興業を、合同で開催するなど、プロレス団体同士の連携を強めている。2000年代に低迷してゲーム会社のユークスの参加と、 なっていた新日本プロレスは2012年にエンターテインメント企業、ブシロードの子会社となり、同社のコンテンツビジネスとの連携を深めて、観客数と売り上げを大きく増やして、2016年にはプロレス団体史上最高額の事業利益を達成している。プロレスリングノアは、ミサワナキアとのプロレス団体をまとめきれず、主力プロレスラーの離脱が、 相次ぎ2016年に経営破綻し事業再編、さらに2019年にサイバーエージェントの参加に入り、同グループ参加である、プロレスリング DDT の高木三四郎が、社長に就任している。プロレスリングノアを離脱した、秋山ひとしらは、ベンチャー企業のスピードパートナーズの参加となっていた、古巣の全日本プロレスに復帰する。しかし、 全日本プロレスのオーナーとなったスピードパートナーズ社長の白石信夫の運営に反発した武藤らが全日本プロレスを退団して新たにレッスルマイナス1を旗上げ一方全日本プロレスは親会社の経営破綻により秋山を社長とした新体制で再出発各プロレス団体で 主力プロレスラーの対談、遺跡が発生した他に、インディー団体出身プロレスラーによる、地方団体肌上げが、相次ぐなど、細分化も進んでいる。また現在、日本のプロレス市場は WWE をはじめとする、海外団体が強く関心を寄せており、中村信介、小林健太、 戸沢明ららが WWE へ進出した他に、新日本プロレスに参戦していた外国人プロレスラーが相次いで WWE へ移籍しており、WWE 進出を狙うプロレスラーや、WWE を解雇されたプロレスラーが相次いで日本のプロレス団体に参戦するなど、移籍市場として一定の価値を獲得している。 メジャー団体の再編の一方で、インディー団体の細分化もさらに進んでいき、メジャー団体を離脱したプロレスラーも、よほどの事情がない限りは、ローカルインディアのインディー団体のリングに、活動の場を移すことで廃業せずに現役を続行できる程度に、受け皿が広がってきている。2020年、新型コロナウイルス感染症対策による、 工業開催自粛を受けて4月15日、北に孔明が温度を取る形で、国内男女7団体が、長瀬広志衆議院議員、スポーツ庁、経済産業省に休業保障などの要望書を提出。長瀬は7団体に、コミッション設立を要請した。YouTube 文化の流星の中において、船木正勝、長州力、谷津義明、前田明、 キラーカーンら多くの元プロレスラー、現役プロレスラーが、自身のチャンネルを立ち上げて、現役当時の昔話や、裏話などに花を咲かせ人気チャンネルとなっている。女子プロレスは、女性が試合をするプロレス。戦う人を、女子プロレスラーと呼ばれている。ミゼットプロレスは、低身長症が試合をするプロレス。通称、小人プロレス。戦う人を、 ミゼットレスラーと呼ばれている。メキシコではミニエストレージャーと呼ばれている。日本では全日本女子プロレスで前座として行われていたのが有名。かつて各新聞社やテレビ局においてスポーツとして扱うかエンターテインメントとして扱うか議論となったが新聞では一応はエンターテインメントとしての扱いという形で決着した。ブックとは プロレスの試合における段取りや、勝敗の付け方についての台本のこと。この台本を考案、作成する人間を、ブッカー、または、マッチメーカーと呼ばれている。ブッカーは、リング外での筋書き及び試合展開や、決着方法についての台本を考えてレスラーは、それに合わせた試合を行う。勝敗以外の詳細な試合展開については、 試合を行う者同士の裁量に任されることが多いと言われて、口頭での打ち合わせによる。実際に本があるわけではなく、それでも力学に変動のある様式を、岡村正史はジャズのアドリブ演奏に例えている。基本的に試合展開や決着方法に関するブックは、当事者以外には知らされないとされているが、進行や演出の都合上の音響、 撮影スタッフに伝達されることがある。WWE の内幕を描いたドキュメンタリー映画、ビヨンドザ・マットでは、ザ・ロックとミック・フォーリーが、場外乱闘時の観客席の移動ルートや、パイプ椅子での大打回数などを打ち合わせするシーンが、見られる。WWE は経営上の理由から、台本の存在を公言した。また、プロレスラーが死亡した際に、 物語上で対立していたプロレスラーが対立はあくまでもエンターテインメントでありリング外では家族のような関係であったと自身のウェブサイトで弔いコメントを出したリックフレアは自身の DVD の中で当時の NWA 王者決定方法について述べている日本の場合はプロレス団体自らが台本の存在を公言したことはない芸能人や タレントも試合を行うハッスルのようにエンターテインメントをキャッチコピーとして用いるプロレス団体は存在する。日本のプロレスで台本の存在が大やけになったのは法廷である。大似た厚紙とセットジニアスの試合終了後の乱闘で渡辺が負傷したことについての裁判では東京地方裁判所が通常のプロレス工業で 事前の打ち合わせなしに相手に攻撃を仕掛けることは許容されておらず、観客に見せる工業としては異質の暴行等の裁判例を示した。また、女子プロレスでもアジャコングとロッシー・小川の社長官の名誉毀損や肖像権をめぐる裁判で台本の存在を認定した上で判決が行われた。裁判以外でも個人が日本のプロレス団体における台本の存在を明かす。 ことがあるマット・モーガンが海外でのインタビューで、新日本プロレスで、長田博史と試合を行った時、フィニッシュホールドだけは前もって説明が必要であったが、それ以外は、話すことなく試合をさせてくれるので自由で良い団体だ、と語った。近年多く出版されるプロレス内情曝露本では、新日本プロレスの OB プロレスラーが昔は、台本はあっても、 それ以外の部分は必死に戦っていたのに今のプロレスラーは必死さが足りないと嘆く形で存在が明示された。新日本プロレスのレフェリーであったミスター高橋は著書の流血の魔術最強の演技で新日本における台本の存在や演出などを詳しく述べている。また新日本の石格闘技戦も台本が存在し代表者なものとして 柔道メダリストのウィレム・ルスカとアントニオ・イノキが試合をした場合もルスカはプロレス技を数多く受ける台本を打ち合わせの時点で了承していたと述べた。全日本プロレスの場合には元週刊プロレス編集長であったターザン・ヤマモトが近年辞書の中で台本の存在を明らかにした。全日本プロレスからの SWS による選手の引き抜きに伴い ジャイアントババが山本に裏金を渡した上で市場での SWS バッシングを行うよう依頼したことが契機となり山本と癒着に近い関係が生まれてババは週刊プロレス市場で全日本プロレスを優遇する見返りにビッグマッチにおける台本を山本及び一部記者に決定させる権限を与えていたと山本は述べている 代表的なものとして、あとの四天皇プロレースの原点とも言われ、三沢光春が大きく飛躍する契機となったジャンボ、鶴田対三沢光春戦の決着を、ピンフォールではなく、フェイスロックでのギブアップとする結末を山本徹が決定したことなどが挙げられる。また、台本の存在が公表されているアメリカで、出版された、ハーリーレース。 リック・フレアの自伝など外人レスラーの伝記に、この時の日本遠征では、世界王座が移動する予定はなかったなどの記述が、登場することがある。金子達人による、高田信彦を扱った、書籍、泣き虫において高田が、台本の存在を明示している記述がある。2003年には、プロレスの台本の存在をトリックに組み込んだミステリー、小説、マッチメイクが、 江戸川乱歩賞を受賞。長野県を中心に活動している、新州プロレスや芸人たちによる、ギャグプロレス団体の西口プロレスでは、キャッチコピーに、台本重視、安全第一などと掲げている。ラジオ番組オールナイト日本で、ゲスト出演した、構成作家が、防女子プロレス団体でも仕事を行っていると発言。当時、全日本プロレスを中継していた。 日本テレビ系列の読売テレビが制作したアニメシティハンター2の第1 2話場外乱闘流血必至。恋のコブラツイストではプロレスはショーというセリフが取り入れられている。一方で、かつての全日本上司プロレスのいわゆる抑え込みマッチのようにプロレスとしてのフォルムや暗黙の掟を守りつつ結末を決めないで試合をすることが日常茶飯事だった。 例もある。台本通りの試合展開にならなくなることは、ブック破りと呼ぶ。ブック破りは、一方の選手が、意図的に行うことが多いが何らかのアクシデントのため、やむを得ず起きてしまう場合もある。試合以外にも、リング外でのプロレスラー、グループ、 プロレス団体間の衝突のアングルと呼ばれるストーリー展開も重要な要素であり、いかに観客の注目を集めて継続性の強いアングルを展開できるかが観客動員に大きく影響する。アングルを巡業を通じて展開、消化して最終戦において決着をつける。そして新しいアングルを展開する。プロレスは試合とアングルを楽しむものであり、連続ドラマと 類似している。特に20世紀中期以降のアメリカのプロレス団体などの場合、プロレスラーには一定のキャラクターであるギミックが要求された。それには、プロレスラーが考えたものもあれば、プロレス団体から提示されるものもあった。特定の人物が悪役として振る舞う。悪役は反則するのが当たり前で審判の目を盗み、あるいはその精子をも無視して反則儀を振るい、 客の正義感を湧き立たせる。大半は最後に敗北して客は留飲を下げるが、場合によっては反則攻撃などの汚い手段で勝利、反則負けをする。悪役が勝っても、反則負けをしても次回の試合への客の関心を集める役目を果たした。これに対して、正義感、善玉の役割を、ベビーフェイスという。やられ役が負けることをジョブという。 特にアメリカのプロレスではその面が顕著で日本でも昭和期のプロレスにはその色が強かった悪役は往々にしてステレオタイプな嫌われ者を体現して特に外国出身を名乗る選手では人種的民族的偏見を明確に示す場合があった場合によっては風貌が近いものを別の国の出身者に仕立てることもあり悲劇的な例として 共産党の支配による社会主義体制を嫌ってユーゴスラビアからアメリカに亡命したニコライ・ボルコフが試合前にソ連の国歌を歌うなどのギミックを背負った悪役にされた例がある。またギミックには世相が反映されることが多い。特にアメリカではその傾向が強く第二次世界大戦後には真珠湾攻撃を連想させる不意打ちを連発する。 卑劣なジャップ風のレスラーや、ナチスの残党を名乗るレスラーが多数存在して、米ソレー戦時代は、ロシア出身を名乗るレスラーが、多数いたり、湾岸戦争時には、アラブ人のギミックでサッダーム・フセインの側近を名乗る、ことで観客のヒートを買う、といったことが繰り返された。前述の、ブックとは別物である。ブックは、プロレスラー間の試合内容の打ち合わせを意味するが、これは、 裏方スタッフのイベント進行用の台本であり、各種機材の使用のタイミング、順序等を示したものである。かつては、インターネットオークションで、プロレスリングゼロアンの工業、アン u s a のテレビ放送進行用台本が、出品されることがあった。また、日本では、フェグと全日本プロレスが中心になって開催された、イベント、レッスルマイナス1において、 小島佐都の叫び声と同じ言葉、言っちゃうぞバカ野郎が、電光掲示板に表示され、プロレスラーと、会場スタッフ間での段取り決めがあることを示した。もっとも、小島の、言っちゃうぞバカ野郎は、ほとんどの試合で見られる小島の得意の、対角線エルボーを、言っちゃうぞバカ野郎ダイビングエルボーの流れの中で、出されるものであり、段取り決め等を行っていない観客も一緒に叫ぶ。 こととが通例となっているまた、日本の週刊誌が、ハッスル2の会場スタッフ用台本を紙面に掲載したことがあり、それには、勝者用のテーマ音楽について、などの指示が記載されていた。プロレスは真剣勝負やスポーツではないが、例えば蹴り技では、K1 などの格闘技のように相手選手の急所を狙うのではなく、 鍛えた筋肉で守られ怪我をする恐れが少ない部分をめがけ力を込めて蹴っている場合もあるのであり同様の技を常人が受けた場合は危険が生じるプロレスラーが受けてもタイミングの狂いなどから危険が生じることは時々あるスタン・ハンセンはブルーノ・サン・マルチノの首をボディスラムのかけ損ないで骨折させたことがありハンセン・ミスター・チン マリオ・ミラノなど試合中に失神してしまった例も多い。三沢・光春は、業界一の受け身の達人と言われていたが、バックドロップの受け損ないで死亡している。ただし佐山聡によれば、多くのプロレス技は、暗黙の了解がなければかかるようなものではなく、かつ格闘技には使えないものであると断じている。また、本質は真剣勝負ではないとしても試合中に本気に、 なってしまう場合など、それに近い試合が行われてしまうことはある。以下に例を挙げる。試合中の細かい点までは決めないプロレス団体も多く、気象の荒い者たちによる試合中のトラブルは時々見られる。日本のプロレスにおいては、企業経営で用いられる言葉を他の表現に言い換えることが多い。以下は、その代表例。また、 日本のプロレスのビジネスモデルの基盤を成立させた力道山が相撲取り出身だったためイン語は相撲と共通するものが多い。ありがとうございます。